今回ご紹介するのは JR 東海飯田線の天竜峡駅です。当駅は稲盆地の南、観光地天竜峡の川沿いに位置しています。1927年に飯田線の前身稲電気鉄道の起点駅として開業し、その後三新鉄道が南から乗り入れ境界駅となり、当駅は両者をつなぐ要所の駅となりました。その後両者は国有化され、途中駅となったものの要所としての地位は変わらず、民営化された現在でも普通列車は当駅止まりの列車が数多く設定されています。特急稲地も全列車が停車し、観光地の駅として役割を果たしています。付近には天竜峡温泉があり、旅館や土産物店が軒を連ねる温泉街となっています。しかし長野新宿方面からの直通電車の廃止や道路が狭く大型観光バスが乗り入れにくいので、利用客の減少により数軒の旅館が閉鎖に追い込まれるなど、観光面で苦戦を強いられています。当駅は単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームと側線と数本の留置線を持つ地上駅で、単式ホームの下り線側に駅舎があります。ホーム間の移動用にホームの千代駅側に構内踏切が設置されています。駅長は配置されない駅員配置駅で、飯田駅が当駅を管理しています。
ご案内いたします。この列車は飯田駒ヶ根稲正面となります。12時33分発普通列車地の駅です。この先川路、時又、田品、毛が稲田の順に止まります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒、マスク着用にご協力をお願いいたします。この列車は南紀市面空調装置などにより空気の流入循環を行っております。そのため車内が寒くなる場合、暑くなる場合ございます。ご了承いただきますようお願いいたします。通列車地の駅、あと3分ほどで発車いたします。12時33分発通列車地の駅、まもなく発車いたします。ホームアウトは一度すべて自動で開きます。ご注意ください。お待たせいたしました。地の駅発車いたします。ドアが閉まります。ありがとうございます。失礼者地の駅です。この先川路、時又、田品、毛が稲田の順に停まります。列車2両編成です。車内禁煙です。お手洗いは前の車両にございます。この列車を降りた際、ドアやこのランプが点灯しますとドアが開けられます。開けるボタンを押してお降りください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒でマスクの着用にご協力お願いいたします。完全停止します。乗務員、乗務員が停止、今夜は車掌車です。途中、長島駅までご案内いたします。次は川路、川路です。出口、左側です。ご視聴ありがとうございました。